何でもかんでも人と比べてしまうことが悩みです。容姿や育った環境、能力、物事っていうのは、まあ、人と比べるためにあるものなので、どんどん人と比べた方がいいと思います。ただ、比べた結果、あの人の方が優れてるなとか、それはただの事実なんで、周りがどうなろうが、あなたの個々のポテンシャルって別に変わるわけじゃないので、まあ、比較はするけど、それによって何か影響があるわけではないんです。もちろん競争するってなったら違うんですけど、あ、世の中優れてる人いるな、自分より劣ってる人がいるな、っていうのがただ事実としてあるだけ。で、別の物差し使えば全然優れてなかったり、劣ってなかったりする。いっぱい物差しがあるっていうだけの話なんで、事実は事実で。それに対して落ち込むっていうのは、なんかすごい誇りと高ぶる体験な感じがしますね。マイナス思考になってしまうっていうと、本当は頑張ればそこに行けるみたいな発想がどっかにあるからだと思う。誰かと比べて誰かみたいになるっていうのは、なかなか難しいと思うんですよね。それよりは自分の今のスペックをちゃんと理解して、足りない部分とか伸ばしたい部分と向き合っている方がいいと思います。まあ、それ続けてると、あんま周りと比較することも減るので、そっちの方が精神衛生上いいと思います。